リコさんはい、てぺいさんおおはははよよううごござざいいいまますすこんにちは。皆さん、お元気でしょうかお元気ですか私はね、ちょっと疲れてますね。かなり。週末ね、ちょっとリバブルに行ってましたから、4日間。はい、はい、はい。本当に疲れて帰ってきました。今もその疲れを引きずっておりますね。まあまあ、<laughs> 4日間 ?4 日間 はい、3泊4日で行きました。ああ、結構ね、うん、やっぱり、うん、まあまあ仕方ない,い。家探しね、部屋探しね。うん、そう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 。本当に精神的にやられましたね。<laughs> 大変ですよね。<laughs> はい。本当に大変だった。はい。まあまあまあ。まあ国によって違うんでしょうけど、結構大変らしいですね、ヨーロッパで家を探すのは。うん、いやー、ちょっと苦戦してますね、今回は。 やっぱりちょっと距離が離れてるから、見に行く。難しそう。行ったものの、やっぱりちょっと、もちろんさ、もちろん写真と違ったりするし。そうですよね。で,で、まあその朝昼、そのてっぺんさんが先週話したみたいにさ、夜の風景を見るとか、そういうわけにもいかないじゃないその時間しか見られないし。なかなかちょっと厳しい。 全然知らない場所ですからね。うんうんうん。本当に、ね。近所の雰囲気が分かりにくいですよね。うん、分かりにくい。<ー>うん。そうなんだよね。だからまだ決まってないです。まあまあまあ。うんうん、なんかあのー、なんか、やっぱり想像より悪い、うんうん、悪かったってことですか、部屋が。そうですね。想像より悪い物件の方が多かったです。あ<ー>まあいろんな意味でね。もちろんさ、 完璧じゃないのは分かるから、どこかで妥協、うんね、妥協しないといけないのは分かってるんだけど、でもそれにしてはちょっと譲れないポイントがたくさんありすぎたりして、まあ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 、まあ、なかなかね、なかなか、まあ、良さそうなところはあったんですよ、もしかしたらそこにアプリケーション出すかもしれないけど、はいはい、もうすでに木曜日だから、もうその物件はなくなってるかもしれませんよね。<laughs> はい、まあね、みんな探してますからね。はははいはい、はい そうですね。え、悪いところってどういうこと?。古すぎたとかですか、ね?あ。あのね、う、そうですね。なんか、あの、そうです。そうです。日当たりがめっちゃ悪かったとか。ああ、もう光がないね。うん,うん、うん。そうそうそう。とか、その、目の前に、やっぱり、その、ビルがあってね、その。はいはい,はい,は,いはい。環境、まあ、環境っていうか、その、見た目、そ、まあ、あの、窓の景色とか、その、大切じゃない?うんうん。で、これね、結構、旦那さんとちょっと喧嘩になりそうな。 まあお互いストレスマックスだったから、うん、私は家で仕事をするから、うん、まあてっぺさんもよく分かってくださると思うけど、うん、ずっと家にいるじゃない、うんうん 仕事で。だから家の窓からの風景とか、周りの音とか、じゃすごい大切なんですよね。それはそうですね。まあ、風景は僕は別にあ、あまり気にしないそうか。私はめっちゃ大切で、その環境も、その散歩にも出かけたいし。まあまあ、自分で。で、旦那さんはそこはなんか分かってくれなかったね。だから眠ればいいみたいなね。そうそうそう。でも、彼は一日オフィスで仕事してる。そうですね。 うん、だからものすごいそこでちょっとね意見が分かれたんです。とてもあの喧嘩になりそうでした。もし僕と奥さんだったらもうそれが逆になって、うん、それはそれで喧嘩ですね。<laughs> 多分僕はずっと家にいるにもかかわらずいやあのー、景色とか別に大丈夫。 って言って、奥さんは家にいないにもかかわらず、や、キキ大あ、そうか、そうか。どういうこと、ね、<laughs> な,るなるほど。どういうことみたいなね。そうそうよ。よくあるパターンですね。僕、僕たちはよく。うそうだね。そうそう、なんか、それ俺が言うべきことじゃないみたいな。まあ、いやいや、まあそのね、人の感じ方があるから。まあもちろんね、<は>そう、大事なポイントは人によって違うから。うんそうそうう で、なんか私は、あ,うん、あ、じゃあこのスペースに私のその仕事のデスクを置ける、うん、置けそうとかさ、うん、ここで仕事ができそうとか考えるじゃない、うんうん、私の場合。ももでも、でも旦那さんはそこがちょっと欠けてたんですよね。まあ、旦那さんは旦那さんでもちろん見るポイントがあるんだけど、うん、だからなかなかね、苦戦しております。うん、そうなんですよね。大、うんうん、変よ。<laughs> 本当に。<laughs> まあまあまあ、またね、決まればまたお知らせしますけど、今の時点では。 まだ見つかっておりませんまあねまあでも最初に典子さんが言ったように、うん、まあやっぱり妥協ですからそうなんですよ、ねそう。で僕が思うねあのうん、うん、まずあの,その借りるんですよね今回。はいはい借ります。<で>やっぱ借りる大事な、うん、あの借りる一番のメリットは、うん、また引っ越せるってことなんですよね。 あーいいこと言うねそうだから、まずは、もしかしたら、まあ、最初はちょっと妥協が大きいかもしれないですけど、やっぱりまずはそのリバプールでの生活を始めて、そしてまたね、またあの引っ越せばいいんで、うん、そうなんですよねそうこれ次はねもっと簡単になります。同じ街だし、そう同じ近所だし、うん。もっとエリアも知ってるし。 だからまあもちろんねその家を引っ越すとまたお金は少しかかるんですけどなんか今はまずはね引っ越すことが大事だからそうなんですよそうなんですそうそうそれはね2人ともよく分かっててとりあえずの何ですか仮の住まいそうですね大体契約1年なんですよねだから1年間はいだからねいいですよねそうそれはねあのいい今いいことかなまあとりあえずの そうそうそう、まずはその町に住まないと結構難しいんですよね、その他の町に住まないから。そう。あとはね、私考えた今回ちょっと落ち込んだっていうか仕方がないことが私のその仕事、私は誇りを持ってこの仕事やってるんですけど、フリーランサーで日本語オンラインで教えて、でもこの私の立場で家を借りられない。 うん、本当に、あのー、ちょっとね、悲しかったですね。私がこう、そ,なその、なんですかね、経済的に証明できる、うん、できない、まあその不安、まあフリーランサーとか言うとさ、本当に断られる。まあ、まあそうですね。僅差に落ちるんですね。うんはい、だから、私は多分一人でここで、この仕事で生きていけられないっていうのをすっごく感じさせられた4日間でした。はいはい、そ,うそうそう。<laughs> うんうん、悲しい。 そ,うそ,うそれはもうあの、うん、いやもうのりさんだけじゃなくてまあ僕ももちろんだし何、うん、か何かよくあのユーチューバーの人がそういうことを言ってますよねそうお金が十分あったとしても結構家を探すのは簡単、うん、あかなり難しいっていうかいだからやっぱりね、うん、まあその少しずつですようん、うん、やっぱりこうネットワークネットワーキングをしなきゃいけなくて。 あまあ実は僕は今もう何年、うん、まあ14年15年ぐらいかなもうフリーランスみたいな生活ですよね、うんうん、僕はもう27歳ぐらいかな26歳27歳ぐらいにあのそのまあこういう仕事を始めたんで、うん、で実は実はその前から、うん 大学生の頃から不動産屋さんと仲が良かったんですよ。あすごいなそう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 いうなるほど。ある不動産屋さんと仲が良くて今でもそこに行けば結構何か紹介していただけるそうなんですよそうそうそうだからやっぱり自分の立場では結構大きい不動産屋とかんかその一般的なところだとなかなかこう。 部屋を探すのが難しかったりするんですよね。うん、でも、まあ、よく知っているとこであれば、あの探せたり。うん、多分ユーチューバーの人たちも、多分他のユーチューバーの紹介とかで、その特別にね、あの手伝ってくれる不動産屋さんを紹介してもらったりとか、うん、あの外国人の人もそうですね。日本で、あの日本で。 例えば東京で部屋を探すときにやっぱり外国人の人が普通の日本人が行く不動産屋に行くと結構難しいんですよね断られたり。だけど、うん、必ず外国人の,あの人が部屋を探すのを特に手伝ってくれる不動産っていうのはあるんで特別に、ね、そ,のあのそうだね。 その何専門にしているようなところがあるんで、うん、やっぱりそこに頼めば、うん、まあ問題なく探せる。なるほどなるほど。まあもちろんのりこさんは今はね、まだそんなあの段階ないですけど、うん、まあ多分、なんかもしね、例えば今度見つけるときに、なんかこう、いい人がいたら、うん、まあまた次探すときも、その人に頼んだりとかね、そういうこともできます、うん、なるほどね、うん、なるほどね。結構ね、みんな不動産屋をよく買えるんですけど、僕は買えないんですね。 なるほど特別ですからね、そのフリーランスっていう立場が。うん、<の>そうね。うん、だから、まあその、結局今回も、まあ、いつでもそそのイギリスの生活で今まで、やっぱ旦那さんが借りるってことなんだよね。なんか考えたよね、これは本当にちょっと考えました。そのなんか保証人とかも、うん、その私じゃちょっと立てづらい。 本当に。うん、だから、なんかすごく、わかんない。その日本とイギリス、どういう差があるのかわかんないけど、ものすごくなんか、社会的地位を見られたわけですね。まあ,まあ本、本当、本当。日本も同じですけどね、もちろん,ちん。そうはい。ただ、それにはいろんな裏技もあるんで、僕は、まあ、裏技でずっと生きてますけど。うん、でも、その裏技がイギリスで通用するのかわからない。まあ、だから、その、まあ、 まあ裏技はあると思うんですけどやっぱりまずそこには準備がいりますよね。うん、ねあとはやっぱりネットワークですよね。僕はロンドンで家を探した時も実は日本人の人に紹介してもらって、うん、その普通のイギリス人と、まあ、あとはその外国人と同じようには探してないんですね。うん、でなんかその奥さんの友達とか同級生とか,なんか会社のまあ同僚とかいろいろ。 聞くとやっぱりロンドンもすごい難しいらしくてうん、うん、部屋を探すのが、ねいね、今もっと難しくなってるみたいででもその僕はまあそういうちょっと、まあ、コネってやつですねネットワークでやったんでうん、うん、やっぱりそれは結構大事かもしれないですねスペインの時もそうでしたねうん、うん スペインで家を借りた時僕は仕事なかったし奥さんも仕事なかったしでもやっぱりあの奥さんのお母さんの友達とかに紹介してもらって借りることができたんでまあ直接そう他の人と同じ方法じゃないっていう方法もまああのただネットワークって必要な時に急にないんですよだから準備してないといけないですよね。 いやこれは本当に私たち夫婦の課題。私たち夫婦って本当に二人だけなんですよ。うん、ネットワークが本当にない。ここでもあんまりない。うん、あの、本当になんかちにこもるタイプで、うん、長く住んでる割には、本当にネットワークは気づけませんでした。二、うん、人ともそういう性格なんでね。うん、だから、難しいね。 うん。そうですね。まあまあ、でも家、今、家探すのは結構、まあ、久しぶりだから仕方ないですけどね、そののりこさんたち。もう十六十六年ぶりでしょそうね。まあ、はい、まあ十六年ぶりってわけじゃない。ベルファストで引っ越し。ああ、そこそこね。でもまあ、その、あそうかそうか。でもまあうそのあそうかそかベルファストに十六年。はいでも、ねでね、まあ、しばらく、ね。そうですあああ、時間がかかるかな。はい。 どこかいいところが見つかると。ね、あればいいけど。まあ、あると思います。あるけどその、まあ,あま,まあ、タイミングの問題ですね。うんそうです、ね。結論。どこでこう妥協するか、本当に。そうですよね。うん。そ感じですなんか、タイムリミットはあるんですかまあ、12月に引っ越したいからね。ううん。うんっていうか、出て行かなきゃいけないからね、この家は12月に。うん。うんそれがタイムリミット。うん、そうですね。はいはい。今見つかったら、まあうん うん、もうお家賃を払わないといけない。はい、そうです。だからそれも。はい、だからまあ、でもそれはもう仕方がないし、気に入ったところがあれば、ね、もう今すぐ払い,払い始めます、うん、住んでなくても。うん,う,んうん、うんそ,うそうそうそう、そんな感じですね。でで週末にリバプールに旅行行って、泊まって <laughs>、うん。まあね、まあ一応来月ももう一回行く予定にしてるので、うん、最悪決まらなければ、来月も,もう一回いろんなとこ見て、うん、そんな感じかな。 うん、そう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 そんな感じでバタバタしておりますよバタバタバタ,バタ、うん、落ち着かない本当に落ち着かない、まあ、今年の最後はね、うん、そんな感じですけど、うん、まあまあでも次の準備ですからねうん本当、うん、ね<事>でもねこういうことがものすごくやっぱり仕事に影響されるからもうほとんど今レッスンができません、うん、本当に精神的にもできる余裕がなくて、うん、<laughs> そんなにですか とほんと本当にそう。あの、ごめんなさい。てっぺんさんと私、ずいぶんそこが違うと思うんだけど、もういろんなことが起きてて、この家のこともあるから、売ったりするので、もうものすごく今、仕事をしていません。はいはい。もう12月は一切レッスンをする予定がない。まあまあまあ、12月はちょっとね、その。そんな感じなんですよ。落ち着かないですね、本当に。ポッドキャストは ポッドキャストは今週一かな<あ>まあ先週はやってなかったけど、うんうん。はい、もうできる範囲で。だからそれも皆さんに伝えました。もう引っ越しが終わるまでは、あのうん、ちょっと心に余裕がないっていうことを伝えています。そんな感じかなは大変、ま、<laughs> いろんなことがね。まあまあ。忙しいですけどね。バタバタしてでも。うん まあ落ち着んと、はい、だね。落ち着けばいいけどね、早く。本当に本当に。まあまあね、旦那さんもかなりストレスが溜まってて、うん、私よりも彼が病気になりました。リリバプールで、うん。あ、本当に。<laughs> うん、本当に。多分なんかやっぱ免疫が下がってたんですよね、いろんな意味でね。疲れて。うん。うんうんそうそうそう、かわいそうだった。<laughs> かわいそうですよ。<laughs> あ本当に。まあね、でも、うん、どうにかね、決まればいいですけど。うううん、うんんそうですね。まあ、決まると思う、決まると思うけど、多分時間がかかるだけかな。そうですよね。うん,うん、うん